バイクの整備士の仕事はすごい好きだったんですけど、まあその生活の、まあ、ルーティーンっていうのが飽きがあって、でまあそれでなんかこう、ちょっと面白いことをもっとしていきたいなと思ったんで、フィリピンに語学留学に行ってました。今はカナダのバンクーバーで、まあレストランのキッチンの仕事とか、整備士の仕事も実はやってて、仕事を通して、やっぱり日本でやってた、バイクの整備士の仕事が自分のやりたいことやったんだなっていうのに、まあ、改めて気づけて、まあ、今は向こうの整備士の資格を取る。で、向こうでの永住権を取る。この二つを今目標にして、本当に楽しみながら生活してます。